垣です。ということで、本日とんでもない企画やってきました。なんとこの企画、ついにこんな人にまで手を出すのかというところまでやってきました。まあ、1日同じ食生活っていうのを今まで企画でやってまして、それが結構大食いの方とやってたんですよ。大食いの方と1日同じ食生活ってのやってたんですけど、今回やっていきたいのがなんとですね、現役のプロ野球選手と1日同じ食生活をしろ、果たしてどれだけ太るのかやっていきましょう。これはとんでもない、現役やで、すごいプロ野球選手でございます。その選手がですね、元阪神タイガース、そして現愛媛マンダリンパイレーツという球団に属している伊藤隼太選手でございます。言うたら NPB 阪神タイガースとかさ、読売ジャイアンツとか、そういうなんかみんなが知ってる12球団があるやん。そういうのではなくて、四国アイランドリーグっていう四国を中心にやってるリーグみたいなのがあるんや。はい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 。そっからもうプロ野球の選手がもう全然どんどんドラフトにかかってって、四国の人がもう12球団に入ってるのもザラにあるんや。言うたらめちゃくちゃ野球好きだよね。はい。この企画もう熱望したぐらいなんで、めちゃくちゃ嬉しかったもん。もうプロ野球選手大好きっていうことで。で、僕はちょっとどっちかっていうと、疎い方やと思うね、正直に言うと。はい。まあ、なので、ちょっと姉のこう話を聞きつつ、明日朝起きた時点で、早田選手から連絡が来るんで、明日、早田選手からどんな LINE が送られてくるのか。もう何か食べた時点で、とりあえず写真付きで、LINE が送られてくるんで、夜ご飯は一緒に食べるということで。なるほど。それでは早速、一日同じ食生活、プロ野球選手バージョン、やっていきましょう。たけやきショー。おはようございます。しました。LINE 来てた。いやマジプロ野球選手の、しかもシーズン中やろ、そのご飯めっちゃ気になるけどな。おはようございます。おはようございます。本日の朝食です。ご飯、玄米、2合、サラダ、もずく酢、納豆、サバ缶。ヘルシー。さあ、買ってきました。こちら、もずく、サラダ、納豆、サバ缶、玄米2合。玄米2合っていうのは1合 150g らしいよね。なので、2つ分 300g 買ってきました。サバ缶、バーじゃないやね、バーなんやな。エヴァンゲリオンみたいなもんか。やっぱ規則正しいね。当たり前やけど、でもとても規則正しいよ。てか改めてこの企画めっちゃいいよな。普通に他のスポーツ選手とかも多分絶対気になるもんな。どんな食生活してんやろみたいなさ。いただきます。サバ缶ってこんなんなんや、食ったことないかも。ちょっとリアルな話でいい、うち猫飼ってるからか知らんけど、チューの匂いすんねんけど。あれ、愛媛やのに二人の鳴き声聞こえてくる。はい、というわけで、LINE 来ました。練習前プロテインのコーヒー割りということで、すごいな、やっぱ練習してんねん。そらそうか。なんか感動するよね。プロ野球選手はリアルタイムで練習しに行くからプロテイン飲みますっていう。野球ファンマジ歓喜じゃない。いやほんまやで、だからほんま絶対気になるもん。ということで、こちら、プロテインコーヒー割りいただきます。ちなみに伊藤隼太選手ってどんな選手なのか、なんか成績とか、なんかそういう、なんかそういうなんか概要みたいな、分かりやすくさ、簡単やったら外野選手。ほんで背番号が51番やった。ほんで左バッター。左バッター、あ、左サスポーなんや。右投げ。あ、右投げ左。右投げ左打ち。へぇー、茂野ゴロの反対バージョン。確かに。このままちょっとしばしラインを待ちましょう。はい。なんとただいま伊藤隼太選手全体練習をして、その後個人練習をしているみたいなんで、一緒に練習してもらえるというとんでもない企画が始まっております。姫銀グラウンドというところでね、キャッチボールかなんかしてもらうという感じで、ちょっと、おー、ところで今回
伊藤隼人選手に来ていただきました。よろしくお願いします。ウィズ射程でちゃんと林です。林さん、林です。林選手、もう本当今回ありがとうございます。僕らなんか大丈夫？いや、もちろんです。もう適任です。よろしくお願いします。ちょっとじゃあキャッチボールの方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。僕小学生の頃にソフトボールやってたくらいで、じゃあそれなりに、まあ明らかに野球する格好ではないです。お願いします。これ大丈夫ですか？これ、まあ、まっすぐこうやって、はい、距離結構いけます？距離大丈夫です、多分。じゃあお兄さんはやってるんですか？ガチガチやってて、ガチになってからだってやってたんですか？草野球を基本もう方針、あ、方針の配信です。キャッチボール全部いきます。へぇ、あ、じゃあもう毎回こう縫い目見て、もう見なくても感覚ですよ。あ、はい、この感覚でみたいな。はい、やっぱり長年やってるんだよ、そんな。方針も覚えたから、はい、おぉ、回転がまっすぐじゃないから関係ないんだけど。ボール取れるのはすごいですね。あ、ますか？これなかなかこう怖いですよ。草野球やってるなら、まあまあ、ポジションはどこなんですか？セカンドです。セカンドね。じゃあ投げれるよ。お願いします。さあ、LINE が来ました。練習の間にこれらを完食してます。おにぎり、ミックスナッツ、ハイカカオ、チョコレート。さあ、プロテイン飲んでるみたいなんでいただきます。抹茶のプロテインか。今のプロテインって割と美味しいな。またまたプロテインです。さあ、すっかり夜も更けてきましたね。暗くなってきましたということで、とあるね、松山にある焼肉屋に来てくれと言われたので、そちらまで徒歩で向かいたいと思います。うわ、めっちゃ食いそうやな。確かにこれぐらい食うよな。でも同じ量食うからね。頑張りで。着きました、こちら。この店はね、ビーフイーターみたいな。さすがプロ野球選手、ダイニングバー良さそうなとこ行ってますな。確かに。入っていきましょう。どこまでぶっ込むかな。みんなどこまでぶっ込めないと集中が効く。ちょっとぶっ込む、頑張って。ということで、最後晩飯一緒に早田選手とお供していいんですか？よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかあのタブーなことあります？最初になんかタブーなこととかあったら。いや、全然特に何も。あ、ほんまですか？じゃあ、ぶっこんでいきたいと思います。僕、あの同じ食事をするっていうことなんで、はい、とりあえず好きに頼んでもらって大丈夫です。あ、本当ですか？はい、朝からもう本当にずっと同じ食事してきたんですか？そうですよ。プロテインめっちゃ飲むって思って。お腹チャポンチャポンすもん今。だって初めて会った時のこのね、ノースリーブのここの筋肉エグかったっすね。やばかったよね。あ、しかも引くレベルやと思います。引くない引くない引くない引くとこじゃないから。今回受けていただいた理由とかなんかあるんですか？理由は今、まあ、阪神から離れて2年目になって、今愛媛に来て、やっぱり独立リーグっていう、なかなかあの NPB の12球団に比べたらスポットが浴びづらいような環境なので、なんで自分でもこうインスタグラムなどを使ってこう積極的に発信をしするようにしてるんですけど、それでもやっぱりなかなか認知してもらえない。なので本来の目的とは違うような目的になるかもしれないですけど、それでもそういうとこから入ってもらって、少しでも多くの人に知ってもらえたなと思って。いや、今回本当に改めてありがとうございました。ありがとうございます。最後か、どんぐらい食うんやろな。未知やね。同じの食う。そう、全く分かれへん。シーズン中なんで体重が落ちないのと食べる。おお、食べるじゃん。ガンガン食べますよ今日は。何でも頼んでください、はい、うちの近くなんでもう何でも言っちゃってください。よろしくお願いします。射程もね。何でも。じゃあ、今回改めて企画ありがとうございました。ありがとうございます。最後、食事よろしくお願いします。よろしくお願いします。乾杯。
飲むペースとかも合わせるんですか？おかわりするタイミングでおかわり、まあ、最終的に一緒やったらいいかな、はい、自己紹介いいですか？経歴みたいなものをちょっと、はじめまして、元阪神タイガースの伊藤隼太です。現在は愛媛マンダリンパイレーツで、高知県に選手として、プレーしております。よろしくお願いします。高知の方もやられてるんですか？そうですね。なんで今日みたいなノックを本当にこういう選手に打ったりしてます。うーん、日々こう夢を追っかけてる若い子たちと一緒に、まあ、そういう子たちの、まあ、サポートも、ね、しつつって感じですね。はい、だってそこから NPB に行くっていう人もいるって言いますよね。そうです。そこから、まあ、ただ本当に狭きもんなんですよ、ものすごい。一応この四国アイランドリーグ、去年で言えばドラフトで指名されたのがその4チームの中で3人。あ、じゃあ狭き、本当に狭きも、でも全員これはまあ育成のドラフトなので、まあ、本指名はゼロですね。あ、そっかそっか。育成とやっぱ本指名でまた全然違うので、僕は本当に運よくね、本当に話に入れたんですけど、なかなかこう難しいですよね。届きました。とりあえずこれは何、どれだけ頼みました？サラダでかすぎません？カレーサラダは特別サイズですね。特別サイズなんですか？で、タンか、タンと、これも厚切りのタンですね。タンタンなんですか？薄切り厚切り。じゃあ入れていきたいと思います。いただきます。同じ枚数食えばいいってことですもんね。そうですね。いただきます。いただきます。阪神時代仲良い選手とかいました？今あのソフトバンクに中谷っていう、僕の3つ下かなって、まあ、そいつとよく一緒に飯とか行くことが多かったですかね。でもこっち来てやっぱこうああいう回数とか減ってるんじゃないですか？そりゃそうですよね。ですよね。あのソフトバンクの3軍とこう定期的に交流戦があるんですよ、四国のリーグで。でそれでソフトバンク の, その福岡のブランドがあるんですけど、来た時にわざわざ挨拶来てくれたんですよ、その中谷が。かわいいやっちゃな思いやほっこりトークいいですね。そういうやっぱプロ野球選手同士のなんかこう親交みたいなんてあんま分からんもんね、肩から見てたらね。一般の、そうやね。じゃあちょっとほっこりトーク、ほっこりトークできたから、そういうトーク多めにしていきたいね。はい、年俸どんぐらいですか？そういうトーク全然ほっこりじゃない。あ、でも公表されてますよね。まあ、1年目から公表されてたと思うんですけど、どうなんですか、言っていいか分かんないですけど、言っていいかな、言っていいですか？はい、公表よりは上の人がやっぱ多いですね。公表より僕も公表よりはもらってました。あれ予想みたいな感じなんですか、公表されてるの？まあ、あの大体いくらですって答える選手もいるんですけど、いい評価をしていただけましたとか、はいはいはい、そういう結構具体的なことは言わずに終わらせることが多いんで、そうなったら会見を聞いてたこの周りの記者とかで話し合って、いくらぐらいじゃない、いくらぐらいじゃないみたいな感じで決めるらしいんですよ。あ、そんな感じなの？うん、らしいです。え、じゃあ交渉では何倍だったんですか？ネット見てもらえば分かるかな。あのネットで書いてたやつ、あの下に貼ってます、はい。じゃあ野球やってて一番の嬉しかったことと挫折、両方あります？嬉しかったことっていうのはやっぱり甲子園4万5千人入るんですね。そんな入るんや、すごい。4万5千人の歓声って本当にすごいんですよ。まあ、僕最後の代打で行く機会とか多かったんですけど、やっぱりもうめちゃくちゃ緊張するし、打席に行く前とか本当にもうトイレこもって、本当に足震えてみたいな、もうそんな感じなんですよ。でもこの情報もすごいレアじゃない？うん、本気で、まあ、考えたら考えたら怖くなるんですよね、打席行くのって、うん。でも、まあ、そこでいざ、はい、自分の順番が来ましたってなってたらバンってスイッチ入れて、シャも行ったらぞっていう感じで行くんですけど、なんか仕事スイッチみたいなオンオフみたいにできるってことなんですね。行った瞬間にもうちょっと、そうですね。まあ、なんで逆に言えばその怖さがないとダメです、僕は。行く前になんか、まあ、なんとかなるだろうみたいな感じで助けたったら、はいはいはい、それはあんまりいい結果にはならないですかね、僕は。まあもちろんね、打てる時と打てない時あるんですけど、打てない時で言えばチャンスじゃ、例えば三振しました、はい、4万5000人のため息ってすごいですよ。もう刺さるっすよ、めちゃくちゃ。その4万5000のため息は一人一人があるから、はぁーじゃないですか、はいはい。でも4万5000重なったらちゃんとしたはぁーに聞こえますからね。睡眠やん。でもやっぱりそれがあるからこそ、じゃあチャンスで打ちました、ヒーローになりましたって時の達成感のところ、林立てられて言っちゃおかしいですけど、まあこう神様のように崇められるというか、そのギャップですよね、まあ、それがやっぱりやりがいにまあ繋がってるかなっていうのは思いましたね。すごかったですね。やっぱそういう瞬間なんや、はい。さあ、はい、続々と焼けてきてますね。うわ、ヒレめっちゃ好きやん。はい、じゃあそうなんですか。愛媛です。信じますよ、僕。間違いないです。間違いない。間違いないです。完全無視ですかね。使えんな。早田選手もあるんですか、やっぱそういう
気をつけてるんですかね、この中の問題とかっていうのは。それはあの分かってて言ってるでしょ。その話しちゃう。2年ぶりに2年ぶりに。あれはとても暑い夏の日のことでしたね。大変だった、忘れもしない。彼は本当に野球のファンなんで、なんかもうそんなもう硬い硬い。やっぱり阪神を見てたんですか。ちょっとやっぱり常に毎日見てたんで。一番好きな選手誰やった。一番好きな選手、うん、杉内選手。阪神ちゃうやん。もうほんまに一ファンとして聞きたいのは、はい、阪神時代に一番打ちやすかったピッチャーと打ちにくかったピッチャー。相性がいい、はい、あの右投げの、まあ、本格派というかスライダー系を得意にしてるピッチャーっていうのはなんかまあ結構相性が良くて、まあ、それこそ言っていいのか分からないですけど、メジャーリーガーのマエケンさんだとか黒田さんとかは、まあ、本当たまたま相性が良くて、打たせてもらうことは多かったんですけど、面白い。ヤクルトの石山投手っているんですけど、この方からが一番なんかいい感覚で打ててるイメージが多いですかね。打てないなというか、なんか合わないなと思ったのは、山本昌さん、わかります。はい、はいはいはい、わかります、わかります。50歳まで。そうですよね、すごかったですよね。まあ、僕が入った時はもう、あの往年でもやっぱりストレートも130キロそこそこ、まあ、今の時代160キロとか言われてるのに、はい、130キロそこそこしか出ないストレートなのに、なんか打てなかったですね。なんか合わないですよ、タイミングは。ベテランの、なんなパワーだけじゃない技術と知識と、なんかこうタイミングをずらすうまさみたいな。うわ、相性あんねんな、やっぱ。じゃあ逆に今結構いろんなこと聞いたんで、 YouTuber にこれ聞いてみたかってんなみたいな。もう何でもいいっすよ。あ、はいはいはい、ミーハーなことでも何でも大丈夫です。なんぼなんすか。え、なんすか。なんぼなんすか。じゃあ月で、月です。兄弟にも言ったことない。僕も知らないです。あ、じゃあ耳打ちでいいですか。あのね、Google の規約で言ったらあかんの。あ、そうかそうか。あ、そうなの。あ、そうかそうか。え、最高と平均、はい、おお、すごいっすよ、皆さん。せっかくだからアピール、ホープやから。はい、向けてあげて、向けてあげて。ホープっていう紹介をした方で大丈夫か。あ、でも全然緊張する必要ないじゃない。はい、別に200万人いるだけなんで、もしかしたらあれ大型近くなって100万再生かもしれないですけど。100万人しか見ないじゃあ余裕っすね。愛媛マンダリンパイレーツ高卒2年目の20歳の年になります、来週まです。期待の若手として頑張ってます。自分で言うか、期待。応援してあげてください。なんかあります、なんか言われたこととか、その先輩選手とかから。阪神入って1年目ですね。1年目のキャンプの時に、阪神の鳥谷選手、はい、鳥谷さんが同じトレーニング場ですね。で、一緒にトレーニングしてたんですよ。で、その時にふと話しかけてくれて、お前なんか趣味あるのって言われたんですよ。趣味ですか。特に別になんかないですね。車は好きなの。別に好きじゃないですね。服とかは別に何でもいいですね。お酒飲むのも飲まないですね。ギャンブルするのもしないですね。特に本当に何もなかったんですよ。それで一番手っ取り早いのは、野球ばっかやっててもあかんな。あー、でもそれはちょっと、リフレッシュ、もう大事だよって、煮詰まってっていう。で、そっから結構あれですか、遊ぶようになったんですか。ストレートだな。まあ、その息抜きする時間も大切にするようになりましたね。あ、はい、使えるかな、これ。息抜きすぎたってことはないですよね。息抜きすぎたら、それは使え、それは使え。なんか今いろいろ何おっしゃったと思うんですけど、良くも悪くも注目されることが一番と思うんですよね。好きの反対って興味失われてるんですよ。無関心なんですよ、うん、嫌いじゃないんですよ、うん、なので賛否両論あるぐらいの方が僕は絶対にいいなと思ってて、それだけ注目浴びるってことじゃないですか、うん、それは僕も思いますね。そうですよね。なんかこうやっぱり今回早田選手もあんまなかったと思うんで、こういう YouTube とかって YouTuber 並みの爪痕を残そうとしてるから。これは話題になると思うし、絶対にこれを見た人は気にはなると思うんですよ。えって思う人もおるかもしれないけど、好きになる人も絶対にいるんで、だから皆さんぜひ試合見に行ってください。お願いします。お願いします。好きになってくれたらそれがベストですけど、ベストですけど、なんやあいつみたいな風な認識のされ方でも、要は認識はされるわけです。そういうことですね。そこからいい部分見せたら、やっぱり人ってこうより好きになると思うんですよ。
最初何っていうところから、まあ、不良とかがそうじゃないですか。だからちょっとうって思っといて、ちょっと優しいことしたらすごい好感度上がるみたいな。そうそう、なんかもともとデキスギ君がゴミ拾いしててもなんか何も思わないけど、何も思わないです。ジャイアントがゴミ拾いしてたらね、みたいな。デキスギしててもな、うん、そりゃそうだろうって、うん、もうお前ちょっとけってなるじゃないですか。ジャイアンで行きましょう。ジャイアンがね、そう、ジャイアンで行きましょう。ジャイアンか。野球となんかこうジャイアンってちょっとややこしいな。はい、今えげつない量食べましたけど、一旦これで頼んだやつ全部いきましたね。はい、食べました。そろそろ終わりですか。あれ頼んでないね。そろそろ終わりですか。焼きしゃぶ頼んでないね。これも食べてほしい。はい、わかりました。え、早田選手、今お腹の運命で言ったら野球理由どれぐらいですか。5回さらに焼きしゃぶが追加されました。とんでもない量の。レアで全然いけるぐらいの。カイワレとか大根おろしとかがこれはいい味変っすね。ここに来て味が変わればいけるっす。うまっ。あ、これうまいわ。早田先生の今後の目標みたいなのあるんですか。いや次どうしたいなみたいなとか、そのこのままずっと愛媛にいるのかとか。愛媛の今球団にお世話になっていながら、はい、ちょっと言いづらいですけど、野球選手として、まあ、いつまでもできるもんじゃないと思ってるんで、まあ、年齢のものもありますもんね、うん、まあ、あの NPB に戻るっていうのが、まあ、一番理想なんですけど、まあ、トライアウトは、まあ、一応あるので2回受ける権利があって、はい、もう1回受けてるんで、もう1回受ける権利があるんで、まあ、それは、まあ、受けるつもりですし、おー、まあ、それでもう入れたらもちろんまあ、ダメだったらダメで、もう一生懸命やって、それである程度やりきったって思えたら、まあ次に。まあじゃあこれからのね、先のことはまあ分からないというか、まあでもとりあえず僕はその東南アジアなんか、ね、全然いけます。こんな食うと思わんかった。ちょっとランキングつけていこう。あのなんかそれぞれ何キロ太ったかっていう検証なんですよ。うん、木下優香さんとか大食いの誰、マックス鈴木さんとか、ああ、はい、そのレベルの方々とやってきて、その人たちでも10キロぐらいじゃないですか。プラスどれだけ増えるかってやったんですよ。あのどこに食い込むかっていうの今回見どころっすよ。5位以内なら大食い YouTube になりましょう。すげえ、マジすごい。トイレ我慢してください。じゃあそっかそっか。そうや、ここで締めるとは言ってないですからね。さあ最後アイス届きました。今ね話聞いてたら、はい、1人え1年目2年目です。あ2年目か、はい、林くん月いくらもらってるんですか。1年目2年目のこうやっぱ気になると思うよね、独立リーグの。なんかあの例えて、物に例えて、いいお財布が下手やな。全然面白くないやん。ちょっと多分ですよ、今日の食事代は払えないです。おー、逆に今日の食事代なんだ。今日の食事代、急に話変わってきたね。今日の食事代で1ヶ月終わりぐらい。 PS4 2台買えるぐらい。 PS4 っていくらなんだ、俺知らないな。3、4ぐらいです。あー、もう答えやん。ここにでも所属してても何年経ってもそんな変わらないですよ、給料。あー、じゃあもうそっちに行くっていう。そう、それだけですよ。目標を掴むために今そのしんどい生活も耐えられるというかね。大変やね、ほんまに。でも、あの独立リーグって夢を追う場所でもあると思うんですけど、夢を諦める場所でもあると思うんで。高校球児、今のセリフ聞いてめっちゃ無理痛いと思うんですよ。そっか、もうそこで諦める、無理やったらもう諦めるしかないもんね。うわ、残酷やけど、でも頑張ってほしい。あ、食べ終わりました。はい、ごちそうさまでした。以上ですかね。ちょうどいい具合ですね。ちょうどいい、あの、でも解散した後も LINE 来たら僕食うんで。あ、本当ですか。頑張ります。とりあえず今回これで一旦焼肉は、はい、まあ、おしまいということで、はい。じゃあちょっと伝票と何人前頼んだかっていうのを持ってきてもらいましょうか。そうですね。すいません、じゃあミリ今日何人前頼みました。僕はまあまあ厚タンが44、うん、牛タン44、ヒレが600g。 600g、はい。つまり、計算したら途中で兄脱落したから。そうですね。まあでも大体で言うとここで24人前、はい、で12人前、12人前、はい、1つ 100g、 1.2kg、 1.2kg ぐらい。肉だけでこれ3杯でしょ。これ3杯で2リットルぐらいですか。2リットルぐらいですよ。3.2kg ですね。じゃあ
肉と水で。あとまあサラダのガイとかキムチとか入れたらまだ。とんでもない大食いですプロ野球選手は。じゃあ、おいくら万円でしょう。はい、はい、ありがとうございます。おお、10万。おお、10万4800円。おお、そうですね、一日一緒に食う企画史上一番高いですこれ多分、そうですね、100万再生いかんかったら元取れないですじゃあ部屋に帰ってきたということで帰っていきますか。はい、さあ 55.3kg でしたね。はい、そこから果たして何キロ取れるのか。出た、出た、なんぼよ。 0.3 増えてる。結構増えたね。ということで今回検証結果を終えて振ることができました。改めて伊藤隼太選手、今回ご協力ありがとうございます。いろんなね、球団の裏側の話とかまあいろいろ聞けて面白かったんじゃない。面白かったな。そう、野球ファンの方はすごいなんか見応えあるんじゃないかなという動画でございました。それではね、また次回この企画をやるときにどういう人としてほしいかなっていう、なんかリクエストあればぜひコメントにください。僕今までね、大食いの方ばっかりやってたんですけど、今回スポーツ選手で野球選手だったんですけど、それ以外のね、競技でも何でもいいし、他の芸能人とかでもいいし、何かあればリクエスト待ってます。はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。